こんにちは。マーリス着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。着物にものすごく興味があって始めたいなと思うんだけれども、いつ始めたらいいと思いますか、というお問い合わせをよくいただきます。本日は着物を始めたらいいベストシーズンということについてお話をしていきます。いろんな、ね、尺度があると思うんですけれども、着物を、ね、いつ始めたらいいのかというのは、私はチャンスは、ね、3回あるかなと思ってます。やっぱ気候的に春先、それから涼しくなっている今、それから着物ユーザー、浴衣ユーザーが増えるから、いろんなタイミングで目が優しい夏というのが、ね、あるかなと思うんですけれども、なので春先と秋、それから夏というのが始めるにはいいシーズンかなと思います。で、今日は体的にいつが楽なのかということについてね、詳しく掘り下げていきたいと思います。やっぱり着物って重ね着をしていく、着るものになるので、やっぱりね、着物は少し暑いなというふうに感じる方もね、多いんじゃないかなと思うんですよね。夏は軽快という意味でいいんですけど、やっぱりね、ちょっと暑いのが苦手という方は、浴衣もちょっと無理かなという方もいらっしゃると思います。で、それに対して秋っていうのは、暑いところからだんだん涼しくなるところに向かっていくので、少し多少暑かったとしてもなんとなく体が大丈夫みたいな意味で言うと、私は秋がね、始めるにもそうだし、着物を着るベストシーズンは私は秋かなって思います。さて、着物を着始めましたっていう時に、やっぱり上手になりたいなって皆さん思うと思うんですよね。着物を着るのがなんと、もうちょっと綺麗に着たいなとか、着物と仲良くなりたいなというふうにきっと始められたら思うと思うんですけれども、着物をと仲良くなる、着物を上手に着ることができる早道って何だと思いますか？私、動画の中でね、よくお話ししているんですけれども、とにかく慣れることです。回数着ることです。回数着るとやっぱり着物と仲良くなれるし、とにかく馴染んだ着姿へ、早く到達することができます。馴染んだ着姿ってなかなかね、お金だったりとかっていうのでは買えないものなので、やっぱり、ご自身が努力をして回数を重ねてきていただくことによって生まれてくるこなれ感、馴染んだ感じというのはね、その回数によって初めて、得られるものではないかなと思います。やっぱりそういうね、何度も着ても体がきつくない季節、秋っていうのは本当に着物のベストシーズンだと思いますので、ぜひね、着物を始めたいなと思っておられる方、それから着物もともとお好きでお召しになっている方、とにかく秋はね、着物のベストシーズンだと思います。ぜひね、お着物を楽しんでいただいて、それから紅葉を楽しむとか、秋の実りをお食事で楽しむとか、いろんなね、着物を着るチャンスをね、ぜひたくさん作っていただければなというふうに思います。本日の動画が面白いなとか、お役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。私ども着物の本も出版しております。新しい着物の教科書、それから着方の教科書、動画と合わせてお役立ていただけたら嬉しいです。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。